ット妖怪探知。はい、こんにちは、ハピーパパです。妖怪ウォッチ、相変わらず大人気ですね。メダル、そして妖怪ウォッチ、本体、そしてゲアボスティーニ、創刊号、などなど、妖怪ウォッチに関連するグッズがもう飛ぶように、もう販売されたら即時、まあ、完売というふうな状況が続いております。で、今回はですね、こちらの方に、メダルの方が 1,2,3,4,5,6,7,8,9、固定メダルが9枚今のところあるわけなんですが、まあ、前回ですね、まあ、20種類固定メダルがあるということでお伝えしたんですが、正確には18種類、そのうち今9枚を私が保持しているという状況ですね。で、コンプリートを目指すために追加で4袋購入してきました。ではコンプリートまでどこまで近づけられるかということで開封の方をしていきたいと思います。では1袋目よいしょ。はい、では開きます。はい、九段、そして六六尾、九段3枚目、六六尾3枚目になります。あー、一袋目は外れですね。では二袋目いきたいと思います。よいしょ。はい、ではいきます。はい、九段4枚目、ノッテラボー2枚目二袋目も外れですね。では折り返し入って3袋目。さあ、今回1枚でも、まあ、追加で入ればという感じでしょうか。いきます。はい、カラカサオバケが2枚目、そして赤なめが、3枚目です。3袋目は外れです。では最後になりました、4袋目。さあ、コンプリートできるか。よし、開けます。はい、やったー、やりました。あ、しかもこれ2枚とも持ってませんね。こうですね、ケウケゲン、ふさふさみたいなやつですね。ケウケゲンと、そして出ました、やっとキャンペーンメダル、ブドウジャンゲットです。古典メダルでありますを4袋購入した結果はこちら。あー、ちょっと確率的に少なかったですね。武器民族のケウケゲンが1枚、そして Z メダルですね、キャンペーンメダルになりますが、ブドウニャン、よし、はい、が、ゲットできました。プリシー族のですね、ブドウニャンがゲットできました。はい、ではこちらの2枚をですね、使って、そしてこちらの、妖怪ウォッチ、タイプ0式を使ってですね、音声確認の方をしていきたいと思います。ではまず一つ目ですね、休憩園、古典メダルの、武器民族になりますね。はい、ではセット、おっと、召喚の構え。ふさふさのですね、時よりも若干低めの声ですかね。はい、では次はですね、 Z メダル、プリチー族のブドウニャン行ってみたいと思います。こちら古典メダルのですね、20種類のうち2種類が今回キャンペーンメダルになっておりまして、そのうちの1つ目、
一種類になってますね。もう一つはロボコマさんだったと思いますが、はい。そうではございません。ん？時々出ますね。はい、もう一回。よし、では行きます。もぎたてなんですけど。はい、ということで古典メダル、妖怪メダルの、ゼロ古典メダルであります4袋をですね、開封した結果が、まあ、ですね、新たにゲットできたのはこちらの2枚、Z メダルの、プリチー族ブドウニャン、そして、古典メダル不気味族の、休憩源の2枚でした。ということで、古典メダルが10枚なったので、あと8種類頑張ってコンプリートしていきたいと思います。まあ、今回ですね、こちらの方のキャンペーンメダルがゲットできたのがかなり大きいですね。はい、ということで、古典メダル0、違う、妖怪メダル0、古典メダルでありますですね、4袋開封、そして、タイプ0式のですね、妖怪ウォッチでの音声紹介となりました。以上です。